こんにちは、あのです。年末年始のセール時期のバイト役を自分らしく表現しました。それではご覧ください。ウルトラセール、本が全品 20% オフ。できる？あなたらしくさ。本が全品 20% オフ。ちょっと似てる。本が全品 20% オフ。ウルトラセール、本が全品 20% オフ。やってみて。やってみる。できる？できる。本が全品 20% オフ。前進したみたいな感じで、前半の方が始まった。何も変えないと。せっかく木丸さん、こちらになります。素敵。ウルトラセール。はい、よかったです。ありがとう。はい、よかったです。はい、お願いします。本番。本番。ありがとうございました。そうですね。今回もすごくバリエーション豊かに面白いCM 撮影できて楽しかったです。なんかでも全体的にやっぱかきまるさんへのこんだけ見つめれるかっていうのが自分的にはちょっとミッションとして楽しんでました。なんか大変そうって僕よりもはるかにこうなんかコミカルな動きをしてるので面白かったです。やっぱ顔がちょっと顔芸がすごいので笑うのこらえるのがやっぱり今回も必死でした。0点。本当に似てなくてどうしてああなっちゃったのかと思いましたけど、ずっと一生懸命やってくれたので嬉しいは嬉しかったです。なんかそもそもやっぱ顔がすごいので、その口のとんがりをやっぱすごく集中してらっしゃったので、やっぱ声が根本的にこう似てないなっていう、アドバイスのしようがないぐらいでした。ああ、でも年末セールとかそういうのがなんかテレビとかではこうダッシュしてる人たち見たことあるけど、僕やったことなくて、だいたいいつもセールを逃しちゃう。買いたいと思ったらもうセール終わってたり、結構頑張って買ったものが後日すぐなんかセールになってたりして嫌な目ばっか見てるので、今年はセールでちゃんとお得な感じで買いたいなって思ってます。
なんだろう、服とかは本当にめちゃくちゃ家にあって、あの玄関が閉まらないぐらい本当に山ほどあるので、あとはあのアプリでクレーンゲームよくやるんですけど、なんか無心で家でできるのでやっちゃって、それとか売りたいなって思ってます。どのように、どうだ、多分仕事ですけど、なんか年末年始はお笑い番組とかいっぱい見たいなとか、僕猫が好きなんで、実家とか帰って猫と一緒にいっぱい寝たいです。今年はまだそういうのできてないのでやりたいです。それではエトチャレンジスタートです。はい、終了です。はい、短いですね。もうちょい時間欲しかった。それでは解体を見せていただいてもよろしいでしょうか。はい。たつとし、伝わる人には伝わるかなと、芸術なんで。はい、たつ年ですよね。たつ年だから、あのたつのお年子みたいなのを想像して描けました。顔はちょっと、あのもうちょっと時間あればもっとかけたんですけどね。まあでもあとほんと10秒ぐらいあれば結構いけた気がします。あと10秒あるんでやってもらってもいいですか。全然いいでしょ。でももうはい、わかりました。ありがとうございます。